怪獣8号。怪獣8号。おい、8号。8。マジ何回炎上するんだ。おい、マジ頼むって。はい、というわけでね、どうもリフトです。今回ですね、まあ本日ですね、まあ0時に待望の、まあこのね、怪獣8号も2024年春アニメと4月からいよいよね、放送が始まるという、だんだん近づいてきました。つなら PV とかもね、公開されて、まだキャラクターデザインでも炎上しね、まあそもそも原作も炎上してたという中でね、ようやく落ち着いてきたんじゃないのと思って矢先に、今回、こちらのキービジュアルが公開されたんですけれども、もう批判の嵐になっていると。またも炎上しているという子で、またですね、今回まあ豪華制作陣と、制作陣も、公開、監督さんとかね、脚本さんとかも、公開されましたんで、それに関してね、まあ正直、思っていることということで、今回ね、話していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ皆さんね、マイケルもいろいろコメントお待ちしてますということで、まずですね、まあこのキービジュアル、これどうなっとるねんとね、もうマジこれ本当に、このマジで OK 出たんかみたいな、とんでもないこと言われまくっている、この怪獣8号、やっぱキャラクターデザインがっていうところでですね、まあ、原作はかなりやっぱスタイリッシュというか、スリムっていう、なんていうのかな、シュッとしてる印象なんですよね。まあそれなのに結構丸みを帯びててですね、もともとアニメに関しては、まあ動きやすいキャラクターデザインしたんじゃないかと言われてましたけども、キャラデザもかなりやっぱ炎上してたと。うん、おかしい、違うと言われてた中で、まあ、ぜひね、アニメ勢の人もね、まあ、原作自体が気になる説もあるんですけど、いやでもこれはちょっとやっぱね、気になるとかそういう問題じゃないんじゃないかなって思いもあるんですが、まあ、いろんなね、方の意見またいろいろいただけたらと思うんですけども、まあ、これ正直ね、僕何思ったかっていうと、カフカええやんけ、と思ったんですよ、最初は。あ、最初、いや僕、最初、松崎やっぱ主人公が目に入るじゃん。ね、この真ん中のね、男の子ね、男の人で一番前にいる。ね、このカフカ俺ええやんけ、と思ったんですよ、僕最初。んで、その隣見たわけですよね。え、誰みたいな。はい。でもね、今回ね、もう正直僕、怒りとかじゃなくて、今まで怒ってましたよ。こんなに超注目作、期待作、ジャンプラスの超人気作品ですよ、怪獣8号っていうのはね。で、1話からめちゃくちゃ面白いということで、もうおすすめもものすごくしやすいっていうところで、まあジャンプラスでほんとスパイファミリーって並び立つレベルの、ね、人気だったんですが、まあちょっとやっぱ炎上もして、まあちょっとかなり炎上もしてですね、まあ今、まあ落ち着いてますけど、まあジャンプラスでもまあやっぱスパイファミリーの前にチェーンソーも今やってますけどもね、ほんと間違いのトップクラス人気で、まあ収益者もかなり力入れてるだろうっていう作品、なんですが、どうしちまったよ。ねえ、もう原作のこのね、ちょっと失速してますよ。これを巻き返せると、アニメでね。普通そう思ってたはずなんですよ。序盤だってめちゃくちゃ誰もが認める面白さなわけなんですから、巻き返せるはずだと誰もが思ってたのに、ねえ、まあキャラクターデザインもそうだし、まあ PV でもやっぱキャラデザインかなっていう話はね、僕もしてて、うん。っていう中で、このさ、左のキコルちゃん、ね、本作のヒロイン、まあ、一番、まあ、ほんま、マジのヒロインはこの足のミナちゃんっていう、一番奥の、ね、あの女の子なんですけど、このさ、金髪のこと、これどうしたよ、これ。どう、え、これさ、原作ね、見なくても、え、なんだよ、これ。え、誰ってもうなっちゃったよ、もう、怒りと俺、ほんと呆れとるぞ、マジで。うん、ハード。で、なんか、それと同時に、なんか、プロダクション IG さんマジどうしたっていう。まあ、ありましたよ、僕一回プロダクション IG ふざけんなって言ったのは。それで配給なんですよね。で、配給の時もあれグロス会で、やっぱそのプロダクション IG かかってない会だったんですよ、結局。だから、さ、キービジュアルで関わって決まってんじゃないですか。キービジュアル確かにないとりないじゃないですか。え、どうしたの本当にこれ、マジで。でも心配ですよ、いろいろと。まあ、収益作品に関してもさ、今期だったら、ね、呪術廻戦2期とか、スパイファミリー2期とかね、アンデッドアンロックとか、どれもめちゃくちゃ効率高いじゃないですか。まあ、ジャンプ作品でやっぱ特にビッグタイトルは本当にもうものすごく力入れてくれるんですよね。まあ、そういう意味でやっぱ他の出版社とやっぱかなり大きな違いがあって、絶大な安心感を、持ってます。まあ、ほら、ここもね、素晴らしいクオリティなんじゃないかって僕はね、期待、してるし、またアニメから湧いてたわけなんですけども、この会場時間間違いなくそれ匹敵するね、超ビッグタイトル、注目タイトルなわけですよ。しまったのよ。ヒロアカのさ、あんなすごいクオリティで。ねえ、なんかヒロアカとかジュースでそのなんか作画どうとか言われてね、え、これじゃどうなっちゃうのこの8号くんは。ねえ。いや、もう普通にやればいいんですよ、別に。神参加として求めてなくて、もはや。普通にやったら大ヒットするけど、マジで面白いの。ほんとに。もう見てきてほしい、読んでないけど。今すぐ一応読んできて、無料で読めるから、ジャンプラス。ねえ、もう。びっくりするのもなかったですよ。もうびっくりしても本当に読んだ時。なんじゃこれって革命だと思って。漫画界に革命が来たと思ってさ、怪獣8号、ねえ、もう、キコルも、金髪の子もおかしいし、ね、このまあ、
主人公のこの隣にね、まあ、あの銀髪っていうのかな、このレノ、まあ、レノはね、まだいいけどやっぱ丸いんだよね、うん、このキャラ図だがね、うん、でまあこのさこれもう全体的にまあ足尾美奈ちゃん、これ一番奥のね女の子はまだ今回いいんじゃないかなってか、やっぱ結構ね僕すごいそこも違和感持ってたんですけど、そこはまだいいかなと思いながらね、このイハル、まあ主人公の同期になるようなキャラなんですけど、このねこのなんてここの頭ってさキャラいいんじゃん、ピンク色っていうか、まあピンク色じゃないな、なんか赤っぽいけどね、これどうしたよこれマジでオーラいや普通だよ、もうこれそんな人気作品のヒーリーじゃん出たらうわーってやったーみたいな、楽しみだーみたいななるはずなのに、なんでこの冷やの嵐になってるんですか。もうで、まあ確かにもう前もうずっと言ってますけど、まああくまでやっぱアニメ実際見てみないとわかんない、もう本当に1話がマジそういう出来だったらもうぶち入れますけど、マジでもう呆れるとかそういうもんじゃないけど、うーん、いやさ今回やってさ、そうそうのフリーレンとか薬屋とかもすごいクオリティじゃんね、もう薬屋わけのわかんないところでさ、なんかあれ炎上してるぐらいの、もうこんなんも炎上して当たり前だわもう正直言うと、こんなん炎上当たり前だわ、うん、だしまあでアニメ勢の人がどう映ってるのかなって思いはあるんですけども、原作から確実に劣化してる。うん、で、まあ、アニメ勢から見ても変なんじゃないかなって僕は思います。うん。ちょっと、やっぱ、公式サイトも見てほしいんですけど、公式サイトの、まあ、キャラクター図案もね、やっぱ、まあ、それがこの前、まあ、炎上したっていうね、まあ、キャラ図案なんですけど、これもね、やっぱすごい違和感を覚える。キャラクター図案になってて、全然魅力ないんだよね。まあ、キコルがひどいよな、マジで。めっちゃ大事やで。これか。星名隊長とかどうしてまったのこれもう。もう。もうやっぱキャラ図見て改めてひどいんですけど、ちょっとね、ほんと頼むでっていうのが、もう、怪獣八号にはもうひたすら思うことで。で、プロダクション IG ってさ、高いんですよ、クオリティ。まあ、最近だったら、天国大魔教とかね、すごかったっすからね。配給とかもやってましたけど、まあ、配給もだからグロス界でな、やっぱコロナとかの影響だと思うんですけど、その前だから青足か、その前海賊王女、有効のモリアーティっていう子で、まあ、基本的にやっぱ非常にね、クオリティ高い制作会社なんですよね。でも、まあ、特にやっぱ、そう最近あった天国大魔教っていうのは本当プロダクション IG 仕様ナンバーワンクオリティぐらいものすごいクオリティだったので、まあ、そういう意味でやっぱね、本来だったらまあ、何の心配もいらないというかね、話に重きをね、むしろその、まあ、一気で来ないんじゃないかなと思うんだけど、その会社で続いていくとやっぱ炎上した箇所ね、やっぱちょっと、まあ結構問題というか、ちょっと永遠その、ね、同じ敵がみたいなところで、もうええってみたいな感じのがあるんですね。僕は正直ね、その原作の炎上とか僕あんまりそうって思ってなくて、なんか、その昔のとんでもない面白さよりはまあなんかマイルドになった、マイルドというかまあ面白いぐらいあったかなっていう印象はありますけど、別に面白いと思って僕は読んでたんですけど、ちょっとね、そもそもそういう心配があるわけですよ。別にキャラ図だなとか作画とか何も心配しなかったっけ、そもそも。ジャンプアニメというかさ、そのビッグダイドなんて心配する人ないと思ったら、もうちょっともう、こんなさ、情報が出るために、だんだんね、やっぱキャラ図は修正されるんじゃないかとかね、あんだけ炎上しましたから、大丈夫なんか言われてましたけど、ダメやんけ。やばいかもしんないですね。マジでやばいかもしんない。もう、頼むよ、本当に頼むよ、もう。ねえ、もういいんだって、もう別にいいんだって、その神様とかもう求めてないから、もうな、本当に。マジで悩みます。はい。まあせめてね、まあ、アニメ勢から見たらいいぐらいだといいですけど、まあ、原作もめちゃくちゃ多いですから、もちろん超人気なんで、ジャンプラスで無料で読めるし。はい。はい、もうがっかりっす。がっかり。何って思っちゃったね。もうあれ全然変わってないぞって、変わってないというか、なんかもうオーラがないね。もうカフカだけオーラ出てると思ってる。カフカどうですか？僕カフカいいと思ったんだけどね。やっぱシュッとしてるからね。いや、そう、なんで、ね、何がダメなんやろって僕真剣に考えてて、このなんか輪郭がシュッとしないのがダメなんじゃないかと。原作映画全然シュッとせんのよな。だし、この左側がひどいな。左側ひどくないマジで。この左、サイドがひどい気がするな。ところで、まあね、PV 以上にね、キービジュアルで一番力入れられますから、ね、PV だったらいいとこ切り抜きゃいいんだけなんですけど、
ちょっと本当心配でしかないというか、まあ、普通キービジュアルなんかで批判なんてまずないんですよ、PV とかって基本的にはね。うん、その時点で批判があると相当やばいですよ。それいざアニメが始まって批判があるかどうかっていう問題であって、そもそもね。うん、っていう意味ではね、ここまでもう地獄の底ぐらいまで、こう、ちっちゃい落ちてるわけですから、まあ、やばいかもしれない思ってるわけだから、もう普通のものやっていただけも大絶賛になるかなっていう。まあ、話はマジで面白いんで、だからもうそこはもう僕何も心配しないというか、で今回ね、まあ、監督さんとか、まあ、制作人のね、新人の人なんか結構遅くなっちゃったんだけど、発表されまして、宮監督と、神谷監督。で、この方たちがね、なんか正直経験値かなり少なくてですね、も監督経験もあんまないみたいな感じの、まあ監督経験あんまないは言い過ぎだけど、そんなめちゃくちゃなんか正直僕は知ってたわけじゃなかったし、まあ、結構最近ね、作品で監督やってるとかないんですよね。うん、2019年とかさ、結構前だったりするんですよね。で、大丈夫かなと思ったんですけど、まあシリーズ構成脚本に大河内さん入ってて、ね、大河内さんっていうのが、まあ本日だったらスパイファミリーね、まあ2期の、まあ、シリーズ構成脚本とか、あと、まあ水星の魔女ですよね、まあ、やってて、まあもう僕は絶大な信頼を置いてるので、大河内さんには今ね、元のコードギアスとかもね、やってたりというこうで、あと、愛の歌声聞かせてもやってたのか、すげえな、SK とかね、まあ、ほんとまあ、超有名なね、脚本家さんなんで、まあここに関しては、まあ、別に原作好きですからね、まあオリジナルアニメだったらもっと監督でこれ大丈夫かとかあるんですけど、まあ原作好きなんでよっぽろなことはない限りね、うん、変なこと起きないんじゃないかなとは、思ってますし、まあまあ監督がっていうとね、まあジャンプ作品、まあ今ジャンプラスでやってる作品で、まああの先思い浮かべるかもしれないですけど、まあそんなのなんないだろうなっていう、まああれはまあちょっと特例というかね、まああんなことはないですよ。なかなかないですよ。なかなかないというか普通ないと思いますんで。はい。っていう意味ではまあ、制作陣に関しては全然心配しなくて、で、まあ内容も面白いと思うんで、だから、ただただその作画、が心配で、アニメーションに関しては大丈夫なんじゃないかなとやっぱ思ってて、うん、まあここに関してはまあプロダクション IG とスタジオカラーは結構僕は信頼はもちろん結構ってか当たり前なんだけどね。もう超有力どころからこんなとこね。もう普通だったらもうね、最高やったーって喜ぶとこなんですけど、ね、そう、多分これ何もキービジュアルも見ずに、このただただ字面だけ見て、情報だけね、解禁されたら、もうめちゃくちゃ喜んでますよ。わIG とエヴァのスタジオからだってなってる感じのがとこなんですよね。それをこんだけもうさ、もうブチ切れされるっていう、もうとんでもないものを見せてきてもらいますね。だからキャラクターデザインがね、本当にやっぱ良くないですよ。俺 PV 見ても良くないんで、やっぱこれに関してはもう目が慣れるんか分かんないですけど、なんかさ、声が合わないとかやっぱ慣れるんだけど、体が合わないってあんまなくて、なんかさ、よくあるのが、結構その漫画とかからアニメでブラッシュアップされるパターン。めっちゃいいアニメ、キャラクターになるっていうパターン、あるんですよね。で、これでやっぱヒットするっていうパターン、かなりあるんですよ。アニメ化で。逆はなかなかないぞ。逆はなかなかないし、そうやって大体さ、やっぱ低予算優みたいな感じなんですね。まあ結構やっぱ原作人気もなんとかアニメができたんだけど、やっぱ正直劣化しちゃってるみたいな。とりあえずアニメ化しましたみたいになっちゃってるとか、スケジュールかとか。でも怪獣8号クラスってこんなん見たことない。もう見たことないです。はい。いやー。もう、ため息がねえよ、マジで。まあだから制作陣はね、ちょっと監督さんとかそういう不安はあれど、まあ、まあ、そこはまあ僕は大河内さんもいるし、まあね、よっぽどいいかなと思ってますけど、ちょっと、マジで、何この、この西尾さん今回は何、キャラクターデザインと創作監督やられてるんですか。何、西尾さん IG に取締役じゃないですか。俺あんまだって消されるかもしれないな。何、もうめちゃくちゃキャラでやってきてんじゃん。新エヴァの原画キャラクター、あ、ボルトとかか、めっちゃ久しぶりなんだな。でもキャラクター自体めっちゃ久しぶりなんだな。ナルトとかのキャラクターやってる人なんだ。なんでこうなったん、マジで。マジでなんでこうなったん。ナルトなんて別にキャラクターおかしくないやん、絶対。丸いか。いや、多分ね、多分その最大の理由だったら丸いことだと思うんですよ、僕は。アニメ落とし込むだけ動きやすいか分かんないですけど、まあ、まあ、いろいろ意見あるんでしょうけど、ちょっと分かんないです、マジで。全然意味分かんないです、もう。本当に。うん。はい。というとこで、まあ、ベテランのアニメーターさんでしたけど、ちょっとこれは擁護できないですね。申し訳ないですけど。うん。っていうとこで、ちょっとね、脅威を打ち、未来を開けとなってますんでね、開いてくれないと困りますよ。はい。
ということで、本当もう新情報がね解禁されるたびにもう不安で不安でしょうがなくなるっていうね、今回この問題作ね、怪獣8号について語らせてありました。まあ来年の春はね、もうさらにですね、めちゃくちゃ豊作ですから、まあ正直別に怪獣8号がもしこけようとね、別にその春が何も面白くないことは全然ないんですけれども、やっぱ原作ファンですし、僕はね単行本買ってますし、やっぱ応援してる作品です。でやっぱその序盤とかの面白さ間違いなく、もう歴代トップクラス、そんぐらい面白いとはやっぱ思ってますんで、マジ頼むぞっていうね、もう本当にその一心ですし、でそういう意見が出てね、普通はさ、なんか治るじゃん普通はさ改善されるじゃないですか、時間あるんだから。アニメやってる途中に言ってるわけじゃないんだからさ、アニメやってるさ1話2話とか始まってから言ってたってのは遅いと思いますよ。そういうわけじゃないんだからさ、もういやもうほんとね、もう久しぶりっていうか、そのアニメの放送前からこんなに言うなんてないっすよね。だってあくまでアニメでわかんないからさ、普通はないんですけど、もうちょっと不安でしかないっていうのは正直な、ところですし、だから逆に言えば内容はめちゃくちゃいいんで、そこに関してはまあ監督さんの経験が正直少なかったとしても僕はいけると思ってるので、マジで、作画頼むぞっていうのと、まあ、もうそれキャラクターに関してはやっぱ、ね、どうしてもね、やっぱ、ダメだってなると思うんですよね。これに関しても本当慣れるのか分かんないですけど、キャラクターって。ちょっともう、目を慣らしてね、まあ、最終的には楽しめたらなっていうふうに思います。はい。ということで、今回ね、怪獣8号に関する、動画、まあ、キービジュアルと制作陣が公開されたという話はね、以上となります。最後までありがとうございました。まあまあまあ、あくまでね、この時もめちゃくちゃ言いましたけれども、アニメ1話をね、それで見てみるまではね、まだ完全にはわからないというところですんで、放送をね、もう怖いですけど、もう、楽しみじゃなくても怖いですけども、放送はね、まあ楽しみに待ちたいなと思いますし、見たらね、あ、めちゃくちゃ良かったですよ、でしたってなりたいなと、ね、もう土下座させていただきたいなと思ってます。はい。まあ、主題歌とかまだ解禁されてないかな。なんかね、ジャンプフェスありますよね。今週ね、土日でありますんで、このジャンプスーパーステージ、レッド。で、さらに新情報も解禁ということなんで、もしね、多分これ以上特大情報ってなかなかないと思うんですけど、キービジュアルとか出てんだから。なんかなかなかない。まあ、主題歌とかワンチャンあるかもしれないけど、まあ、多分基本はね、もうメインでもう一回取り扱うってことはしないと思いますけど、もしね、ほんとメインでも取り扱ってぐらいの情報だったらメインで、あげたいと思いますし、まあまあサブチャンネルで、まあ、そういうなんか取り扱った方が面白いだろうなっていう情報だったら、取れようかなというふうに思います。はい。ていうか、まだ主題歌とかかな、気になるところはね。影の付け方がおかしいよな。なんかこれ、まあちょっと専門家じゃないからあれだけどさ、この、イハルのとことかさ、この赤髪の子、なんかおかしくない？これ、なんかひげ生えてるみたいじゃん、これ。はい。もう、クラクラしてきた。はい。ということで、前回以上となります。はい。まあ皆さんのご意見等もね、まあ、いろいろとコメントお待ちしてますし、アニメーズの人は、まあ、とりあえず原作読んでみてほしいなというふうに思います。ご視聴最後までいただきありがとうございました。